どうも皆さんこんにちは、スリープリークスの大鶴です。今回はですね、楽器が弾けない人でも簡単にコード伴奏ができてしまうというですね、画期的な楽器型デバイスということで、インスタコードというものをご紹介したいと思っております。というわけで今回はインスタコードの開発者のゆういちさんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。インスタコード開発者のゆういちです。ということでですね、一見するとよくありそうな楽器型デバイスに見えますけども、これがかなり違うと、根本的に、ね、コンセプトが違うっていうところ、はい、僕もねちょっと触らせていただいて、そのあたりはかなり実感してるんですけれども、これをどういう経緯で開発されて世の中にこう出していらっしゃるかっていうところもちょっと簡単にお話しいただければと思うんですけども、僕自身がミュージシャンで作曲もやるんですけど、楽器がちょっと苦手で、自分で打ち込みで作曲支援になるツールが欲しいなと思って作り始めたのがきっかけです、はい、そしたら知識のない人でもすぐに演奏できるインターフェースを思いついたので、これ楽器にしたら面白いなと思って、いざ作ってみるとすごく評判が高く、楽器が苦手だっていう方から作曲とか打ち込みで DAW で使う方まで幅広く喜んでもらってるというところですね。なるほど。試作機を作って、その後クラウドファンディングをやりました。それで約8000万円予約注文が集まって、8000万ってすごいですよね。そう、個人プロジェクトでは多分日本で過去最高じゃないかなって言われてます。そうですよね。2400台ぐらい注文いただいて作ったんですけど、その後発売してから2ヶ月ぐらいでもうプラス1500台、4000台作ったやつがもう全部完売しちゃって、今また第二次ロット売ってるところなんですけど、4000台がまあ2ヶ月で完売したっていうことで、かなり反響はあるんだなっていうのを実感してますね。個人から始められて大手の楽器メーカーとかそういうところと一緒にやってるわけでもないので、そうなんですよ。ある意味こう密かなブームって言ったらなんですけども、そういう、こう認知してる人としてない人っていうのに結構差があるのかなっていうところは、まだ直販でしか、楽天にもアマゾンにもないっていう。そうですね、楽器店にもないですからね。楽器店にもないんですよ、まだね、はい、というところもあって、でもっとこう認知を、ね、広めていこうっていうところ、おそらくね、その今これに魅力感じていらっしゃる方って、どちらかというとそれやっぱ楽器に憧れがある人というか、気軽に弾き語りしたいとか、歌歌ったりとか、人の伴奏したりとか、一般的なそういう音楽好きな人に知られているっていうところだと思うんですけれども、結構作曲とか、その DTM にも役立つ機能結構あるんですね。そうですね、作曲の勉強にもなるんですよね、実はね。そのあたりもですね、後でもうちょっと詳しく触れたいというので、今回はですね、後からですね、実際ここで初めてに近い状態で、まだ触ったことない人ですから、全く触ったことない人がいきなり弾き語りできるかみたいなチャレンジを、そうですよね。そういう方をゲストに招いてですね、その場でちょっと弾き語りチャレンジっていうのをやっていただくってこともですね、企画しておりますのでですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。パッと見はやっぱりコンパクトなギター型デバイス、ちょっと音出していただいていいですか、ボタンを押してかき鳴らしてるっていうところまではお分かりいただけると思うんですけれども、ギターに限らずね、いろんな音も出るってことですよね。そうですね、これを弾き方を変えたらこんなことができる、こういうこともできると、はい、最初からですね、これ画期的なんだという話をですね口酸っぱく言ってますけれども、それがどこら辺なのかと、まず一つ目としてはその行動に対するアプローチが全然違うと、ここにボタンがいっぱいあるんですけど、それはギターのフレットを模しているものではなく、電卓のように並んでいる 1,2,3,4,5,6 というボタンにダイアトニックコードが割り当てられてるんですね、今はキーが C なので C D マイナーE マイナー F G A マイナーと、コードを番号に置き換えていると、これはですね、その作曲とか理論とかをですね、ちょっとかじった方、知っている方にとっては常識的に知られていると思うんですけれども、一つの曲っていうのはですね、そのほぼ限られた数のコードで構成されてますよと、作曲とか曲の構造というものにですね、着目したことない方は初めてそういうことも知ると。インスタコードもそこに着目してデザインされてるってことですよね。そうですね、僕が作曲をするときに、あ、曲ってなんだ、大体6つの基本コードでできてるんだっていうことを学んで、じゃあその6つの基本コードをボタンに割り当てれば大体の曲作れるじゃないかっていう発想から作りました。
DAW のユーザーの皆さんっていうのはコードを勉強したらその打ち込むってところから入ると思うんですけれども、うん、本当はその楽器でコードを弾きたいとか、うん、それでパパッと作曲したいとかっていう、まあ、そういうことに憧れる方も多いと思うんですよね。そのためにはですね、基礎練習というか押さえ方だったりコードの中身を覚える大変なプロセスがありますと。その技術的な壁っていうのを取り払って誰もがコードに合わせてメロディー歌ったりコードの組み合わせで曲作ったりっていうのを、まあ、気軽にできるようにしたっていうのが僕はすごく大きなポイントだなと思う。弾き始めてすぐとりあえずは弾けるようになる、練習ほぼなしでもそういうものがまあできたなと思っていますね。であと DAW との連携っていうところ気になると思うんですけども、もともと初心者向けの楽器を作ったわけではなくて自分も打ち込みで使いたいと思って作ったので、そこら辺はやっぱり使い勝手よくしてます。ケーブルなり、Bluetooth なりで MIDI 接続して、はい、入力デバイスとしても使えると、はい、これもちょっと最後の方でご紹介したいと思いますけれども、これがじゃあどんな人におすすめなのかと。まず一つは楽器が弾けないんだけれどもその伴奏的なこととか作曲的なことをやりたいって方ですよね。そうですね、弾き語りを楽しみたいけど、まあ、楽器はちょっと苦手だとか難しかったっていう人はすごく喜んでくれてます、うん、楽器が弾ける人ならではの作曲っていうのに憧れるとか、うん、なんとなく弾いてるうちに曲ができるみたいなあの感覚ってやっぱり打ち込みだとできないですよね。そうですよね、それができちゃうんで、うんうん、もう一つは勉強ですね。作曲理論とかコード理論の勉強にすごい役立つんですよ、うん、アナライズとかやるって時にはコードを見ながらそれを打ち込んでいってこうなってるんだなっていうのをこう確認しなきゃいけないっていうのがあるんですけども、これがあればですね番号だけ見ながらなんとなく弾いてるだけで進行の分析とかストックができちゃうと、はい、ただ弾き語りをやりたくてこれを買ったんだけど触ってるうちにあ曲ってこういう風にできてるんだっていうのをだんだん分かってきたっていう人も多いですね、あこのコードの後ってこれになること多いよねって、そういうのに気づくこともできますね、そういうのなんとなく隙間時間とかにできるのかなみたいな、パソコンにバッと向かって打ち込まなくてもそうですね、気軽にいつでもできちゃうっていうのが結構勉強にも役立つのかなと。このインスタコードのですねコンセプトはある程度お分かりいただけたかと思うんですけれども、実際操作感ですね、簡単だって言いますけども本当に簡単に弾けるのかってところもですね見せていただきたいかなと思うんですけれども、まずデバイスとしてはスピーカーから音出るような感じ、ここからもそう音が出るんです、ね、ここで音量を変えます、変えれるって感じですよね、この画面がボタンの機能を表していて、例えば真ん中に G って書いてあります。なので真ん中のボタンを押すと G が反転してこれで G が弾けると、隣を押すと F が反転して F が弾ける、なので指一本で F が弾けるよって、もうこれだけで喜んでくれる人もいますけども、まあそんな楽器ですね。どうコード変えるかっていうと、キーを変えれば合わせてダイアトニックが変わるので、例えば C から D E F でG のキーにすると G のキーのダイアトニックコードが割り当てられるっていうことですよね、はい、だからそのキーの曲であればある程度このボタンでまあ対応できちゃうという仕組みなんですよね、はい、こっちのパッドについてはどうですかね。ギターとかの楽器の場合は弾いて弾くストラムモードって呼んでますけども、一つ一つにギターの弦のボイシングで音が割り当てられていて、弾くと音が鳴る、あるいはジャンとかき鳴らすと音が鳴るっていう風になってます。真ん中を一回押すと弾き方のモードが変わります。これだとピアノ、叩いて、これも一つ一つに音が割り当てられてるんですけど、こんな感じで、これボイシング変わるんですか。これそうですね、何種類かあってギターの時はギターっぽいボイシング でそれ以外の楽器はだいたい3度ずつ上がるような感じになってます。ウクレレにするとこんな感じで4つだけに音が割り当てられる、パワーコードとかも一応作ってますね。親切ですね。こういうこと全然知らなくてもそれっぽくなるってことですね。そうですね、これが味わえるっていうのは結構大きいかなと。よく聞かれるのはじゃあセブンスとかサス4とかも弾けるのみたいなこと言われるんですけど、セブンスのボタンっていうのはここにあって、これと G ですけどセブンスと同時に押すとここで、これセブンスが弾ける、F だけどサブドミナントマイナーとか F マイナーにしたいときはこのボタンを押すとメジャーとマイナーが入れ替わって、それで F だから
こんなコード進行も指2本使えばできちゃう、うん、多いんですよ J-POP って結構これが、はい、そうですよねめちゃくちゃハードル高いわけじゃないんでちょっと指2本でうまく進行できた時の喜びみたいなのもあるみたいなんですよねそうですね細かいこと言うとセブンスって弾かなくても曲にはなるわけじゃないですか、うんそうですねうん、だから最初は無視して弾けるようになったらじゃあセブンス加えてみようかみたいなことができるんですよね、うん、そうやってセブンス加えるとかっこよくなるんだみたいなことが分かっていく、うんうん、音ゲーに近いなって思ったんですよ僕これ、うん、楽器弾けないけどそういう音ゲーで遊ぶ人っているじゃないですか、はい、あの感覚に僕結構近くてうまくタイミングに合わせてこのボタンを押さなきゃいけないみたいな音ゲーに近い楽しさっていうのがあるなっていうのもちょっと思いました。コードのバリエーションもいろいろねパス4とかビニッシュとかオーギュメントとかもあるってことなんで、うん、ちゃんと対応できるなっていうところ高コードも弾けるんで、はい、あとは先ほどスピーカーから出るってお話もしましたけど、うん、ヘッドホンからも弾けますと今スピーカーから出すためにこのケーブルつないでるんですけれども、うんまあ、もちろんこれ抜けばスピーカーから出ます、はい、一人で練習したければヘッドホンでやれるってことですよね。デザインもめちゃくちゃこだわってるんですよねこれ確かそうですね。この長さ42センチっていうのは、うんまあ、A3 の幅と同じにしてたりとか、うん左利きの人も同じ形で弾けるように左利きモードっていうのも用意して、うん、置いても弾けるんですよ ね, これね。あそうですね、うん、こうやって対象ごとのように置いてこうやって小学生とかまず最初こうやってこれで弾くから始まりますね。かなりこだわってデザインされてるってところも特徴かなと思います。ここからはですねゲストをお迎えしまして初めての弾き語りに挑戦ということで楽器経験がない方という立ち位置でですね、はい、今日は栗島さやかさんに来ていただいております。こんにちは栗島さやかと言います。私はボランティアで訪問ライブをやっていたりだとか、うん、あとはお風呂屋さんの PR アイドルの OFR48 という、ね、アイドルグループで音楽活動をしたりしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕の歌を歌ってくれてる人なんですね、はい、歌わせていただいてます、はい。だけど楽器はチャレンジはしたことあるんですかね。訪問ライブとかだとやっぱり生演奏でやりたいなっていうことが多いので、はい、ただ私本当に楽器が弾けなくて楽器を弾ける人と一緒にやるっていうことが今まで多かったんですけど、うんうん、自分一人でも弾き語りで訪問したりしたいなとも思いますし他の人と一緒だったとしてもちょっと音に厚みを出すために一緒に弾きたいなっていうふうには思ってたんですけど、うん、ちょっとギターやってみようと思ったんですよ、うん、そしたらギタリストの友達にギターは音を出すこと自体が大変だからやめとけと、はい、チャレンジはした。そう しました、うん、で確かにそうだなと思ってピアノの方にちょっと切り替えてみたんですよ、うん、ピアノは確かに、まあ、ちっちゃい頃やってたっていうのもあって音は出ると、うん、ただやっぱり鍵盤の組み合わせをいかに間違えなく弾くか間違えないように弾くかっていうことばっかりに注力してしまうので、うんうん、どうしても表現の方まで追いつかず、うんうん、あの人前で聞かせるまでの表現にはならないとっていうことでちょっと困ったなというふうには思ってました。なるほど、僕はよくわかります本当ですか。僕はよくわかります。いやいやっていう方もねいるかと思うんですけども楽器にはね若干ちょっと挫折経験というか、はい、ある栗島さんですけども、はい、インスタコードももうほぼ初めてと。そうですね、今日本当に初めて触りました今まだ鳴らしてないですからね。本当です、鳴らしてないレベルってことですよね。今持たせてもらったっていう感じですでまずね弾き語りをしようと思ったらその弾き語りしたい曲のコード進行ですよね、うん、まずこれを知らなければいけませんと。ただでもこのインスタコードの場合はコードが分かんなくてもできるっていうところをですね、うん、ゆういちさんに教えていただきたいんですけれども、はい、例えばこういうブラウザで U-FRETなんていうサイトありますけれども、はい、今回リクエストもらったのが生き物がかりの桜、これ今出してみたんですけど、普通コード譜サイトで見るとこういうふうにコード記号と歌詞が書かれていると、あるいはギターの押さえ方が書かれてたり、これは押さえ方を消すこともできるんですけど、押さえ方知らないと普通弾けないと。インスタコードの場合はブラウザにインストールするプラグインがあって、インスタコーダイザーというのをブラウザに入れてあげるとすごく分かりやすくなるんですよ。これ Chrome Web Store とか、はい、Safari だったらその App Store とか App Store にも入ってます、うん、iPhone も iPad もいけるってことですよね、はい、追加されました。できましたね、はい、そうしましたら普通はちょっと隠れちゃうんで、この拡張機能を画面に表示させるっていうボタンを押すと、ここに、うん、IC って書いてあるんですね、はい、インスタコーダイザーがここに表示されます、うん、このインスタコーダイザーをピッてやると、この曲のキーが四角く囲われるんですね。この曲のオリジナルキーですよってことですね。そうですね、これをピッて押してあげると、
コード記号が数字に変わったの分かりますか？変わりましたね。この数字は何かというと、インスタコードの本体にあるボタンに数字が割り当てられてるんですね。テンキーのように。じゃあ4って書かれてるときは4番を押して引いてくださいと、5って書かれてるときは5番を押して引いてくださいっていう、この番号がインスタコードの番号に割り当てられてるので、番号を押さえればいいという。先ほどですね、この四角がオリジナルキーってことだったんですけども、うん、ちょっと注意点がある、はい、U フレットの場合は、まあ、ギターやってる方ならわかると思うんですけど、簡単な指使いで弾くためにカポ、ここに書いてあるんですよね。これちょっとインスタコードには関係ないので、ここの簡単弾きっていうのをオフにすると、うんうん、オリジナルキーで弾けます、うんうん、これでもう一度キー判定をすると A フラットになるんですね。これが本当に原曲と同じキーですよってことです ね。ちょっと注意しなきゃいけないところですね。そうですね。ここに、まあ、キー A フラットって書かれているので、インスタコードの本体の設定もまず A フラットに合わせます。この丸いボタンの左をポチポチポチって押していくと、ね、画面の表示が変わって、はい、もう2回かな、うん、2回、これで A フラットっていう表示に変わりましたね。これが生き物がかり桜のキー。これで準備が整ったってことですかね、はい、そうすると4メジャーセブンス5、3、6の順に弾いてくださいっていうことなんですけど、初めて弾くときはメジャーセブンスとかセブンスは無視して、この数字の部分だけを選んでじゃらんとやったらいいですよと。試しにまずは4番を押さえてじゃらんとやってみてください。全部を、あ、そうそうそうですね。そうです。これでもう4が弾けたと。次は5って書いてあるんで、5を押して、次は3ですね。手前からそう。そうですね。そう。で、6。6はここ。そうですね。これで一つループがもう弾けてると。すごい。もう歌える。はい、今ので練習終わり。あ、今ので終わり。もう弾ける。本当ですね。ほら、え、すごい。じゃあ歌ってみますか。え、早っ。桜ひらひら舞い降りて落ちて、揺れる思いの竹を抱きしめた、君と春に仲いしあの夢は今も見えているよ。桜舞い散る。いけ、あ、4じゃないこれ。でも弾けました。本当ですよ、これ本当に初めて弾いたんですよ。実はやってたでしょって多分思われると思うんですけど。でも本当に、どうだった？どうだった？いや、びっくりしました。この感動を味わうっていうことですよね。本当すごいですよこれ、うん、ここから歌とこのタイミングとかどういう風に書き鳴らすかっていうのを練習していけば10分ぐらいでできちゃうんじゃないかなぐらいの感じですね。一向しだったらこのぐらいでできちゃうってことですよね。すごい。さらに高度なことやろうと思うと、うんうん、さっきのメジャーセブンスっていうのを同時に押すとちょっとかっこよくなるんですよ。この4と同時に押すとちょっと響きがね、かっこよくなる。なしだとこれだけど目指すに、この徐々にこれやっていけばいいっていう話なんで、うん、そうですね、弾けなかった人にとっては世界が変わるぐらいの瞬間と思うんですよね。初めての弾き方に挑戦ということで古島沙耶香さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最後のコーナーになりますけれども、 DAW との接続ですね、はい、まず接続方法について、基本的にはこれは、はい、USB Type-C ケーブルを挿してもらえば DAW に認識されます、うん、Bluetooth MIDI もついているので iOS とか Mac には Bluetooth でつなげることもできますね。これ画面キューベースですけれども、事前につないできましたけども全く何もいらなかったですね、はい、ドライバーを入れるとかそういう必要もないと、はい、で今インストゥルメントラック立ち上げてまして、うん、ソフト音源としてはアンプルギターを入れてますと。これもオールMIDIインプットの中にインスタコード入ってますんで鳴らせばもう音がしますという状態ですね。こんな感じですね、はい、若干今ね遅れ感じますけど環境でもちょっと違うかもしれないですね。そうですね、うん、今ちょっとオーディオインターフェースをこれ内蔵オーディオでやってるので、まあ、その関係もあるかもしれない。それもミディキーボードと変わんない、まあ、そうですね、はい、僕もさっき弾いた感じではそこまで違和感はないですね、うん、入力デバイスとしてはまあ普通常使える範囲かなというふうには思います、はい、実際これミディを入力してみて、まあ、どんな風にデータが記録されるのかというのを見てみたいと思うので、はい、じゃあお願いできますか。はい、4小節ぐらいのドラム入れてますので、はい、
こんな感じ。うん、結構綺麗に入りましたね。そうですね。やっぱね、ベロシティもある程度こう入っていて、うん、あとボイシングですかね。そうですね、うん、あとはこのジャラランっていうのがちゃんとスピードが、ね、まあ、いわゆるこうストラムのこうバラつきってやつですよね、アップダウンがちゃんとこの時とこの時が表現されるんで、うんうん、これは楽ですよね、うん、僕もちょっとやったんですけど、若干技術もいるかもしれないですね、まあ、そうですね、これの慣れは、ね、ちょっと慣れはいるかもしれないですけど、うん、慣れてくると結構綺麗に入りますよねと、やっぱそのボイシングとやっぱりバラつき、このやっぱ利点はかなり大きいのかなというふうに思いますね、これをベースにして直すってだけでも、ゼロから打ち込むよりは結構楽だった、だいぶ楽ですよ。で、あとちょっと気になるのはアンプルギターの場合、ベロシティマックスだと結構ビンっていう音に、なのでそれはちょっと後で調節してもらったりとか、そうですね、これ全体ベロシティを下げたりとか、アンプルとかの場合はですね、ベロシティの感度みたいなのも調整できます、はい、うんうんうん、インスタコード本体も、マックスベロシティを変えられる機能もうじきつくんで、公開されてる頃にはついてると思います。いわゆるファームウェアアップデートっていうので、そうですね、はい、対応できるわけですよね。どんどん機能が進化してるんですけど、そうですよね、はい、マックスを116にするとか、っていう風にすれば割と音色が均一になりますね、音源に合わせてセッティングをチューニングするというか、一番記録がうまくいくようにセッティングを詰めていけば、はい、より使い勝手良くなると。ライブでも使えるし、あとは音色ごとにチャンネルも変えられるんで、あらかじめいくつかの音色をチャンネルに分けておいて、ここでポチッとやると別の音色っていうのができるんで、あのギターでストンプボックスでエフェクター切り替えるみたいなこともできますね、はい、うんうん、なるほど。選ぶだけでギターのバッキングやってくれるソフトってアンプルもそうですけど、うんうん、いっぱいあるけど、これで打ち込みたいんだみたいなあるじゃないですか。イメージのバッキングを探すのも大変だったりするんで、サンプルから、うん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 、だったらとりあえずこれでジャンジャガンジャジャジャだよって入れれば、でも音源とかもすぐできちゃうんで、そうですよね、楽ですね。曲作る時になんとなく弾きながら考えてたやつっていうのを、まあ、そのまま記録しちゃったりするっていう、まあ、そのプロセスが本当に楽器弾く人と同じようにできるっていうことですよね。そうなんですよ、はい、打ち込みだけでやってた人からすると結構激変するかもしれない、ここまで見てきたように、はい、楽器を弾けない人にとっては特にですね、魅力が非常に多いインスタコードですけれども、はい、実際お値段の方は今おいくらなんですかね、はいはい、税込み送料込みで 34,980 円、それをまあネットのみで購入ということですね。そうですね、お店では売ってないんで、うん、はい、ミディ入力装置だけで考えるとちょっと高めだったりとか、そうです、ね、単なる弾き語り体験って考えるとちょっと両方取ろうとしたんですよ。スピーカーもついて楽器でもあるし、ミディ入力装置でもあるし、両取りしようと思ったら、まあと考えると結構安いですけどね、5,000円って。ぜひね、本当はどっから体験とかねできるといいなと思ったりもしますけどね。 iPhone とか iPad である程度体験できるアプリも用意してるんですよ。あ、画面をじゃあこれ触りながらこういうことができるってことですか。そう、この画面を触って 1,2,3,4,5,6 で全部聞けるんだねっていうことが体験できるような、はい、しかもアプリから MIDI 出力もできるようになってるんで、Mac に Bluetooth でもそのまま普通に MIDI キーボードとして入力ってこともできるような、でそれでこう簡易的にできることはちょっと分かるかなって感じですね。そうですね、もちろんベロシティとかは出せないけど、タッチパネルなんで、そういうのでですね、一回体験して便利さを知っていただいたら、ぜひですね、こう手に取って見ていただきたいかなと、はい、ちなみにこれどっかで触れるってことないの？ネットに触れるお店とかってちょこちょこっとだんだん増えてきてますんで、はい、いやこれね、経験するかしないかがだいぶやっぱり関係してくると思います。今日はね、その栗島さんにも来ていただいて、その、まあ、疑似体験的なことをね、この動画でしていただけたらなっていうところだったんですけれども、音楽に対する、あるいは楽器に対する憧れを持っている人には、非常に何か答えを提示してくれるデバイスなんじゃないかなというふうには思いますので、僕らもですね、その魅力ながら、あのそこら辺の、ね、PR に貢献していけたらなとは思っています、はい、この動画見てもう購入したいと思われた方はですね、この3プリックスの記事にもその購入のリンクを貼ってありますので、そちらからですね、あの購入ページ行っていただければなと思います。はい、というわけで今回は、インスタコード開発者のゆうじさんに来ていただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。